こう帰ってきました。どれ？ドン。いや、真面目だから、俺は。いや、すんだけ。キリモすぎよ、お前。え？いや、いつもより結びすぎなんじゃないさ。いや、そう、今、下も全部言ってみた。試しに。はい、どうも、北野宇宙人たちのフェスト、マイケンです。星野源の歌詞だけで告白してみた。今までは、西野カナさん、バックナンバーさん、ラットイックスさん、あとは米津玄師さんの、はい、4名、4組で、今回使用させていただく歌詞は、はい、やっぱ恋、あ、恋、これは難しいんだけど、恋をしたのあなた、指の混ざり、頬の香り、恋をしたんであなたのって、もう言ってますから、恋ですか、3、雲をよけ、世界照らすような君の声を聞かせて、あー、なるほどね、今すぐあなたの僕は声が聞きたいんだ。はい、それじゃあね、いろいろ帰ってきましたよ。はい、これ結構期待していいんじゃないかな。これはかなり高校の時の、まあ、お互いの同級生、はい、に送りました。こう帰ってきました。ドン。今蔦屋家電だからちょっと難しい。蔦屋かー。いや、まあ、受け取ってはくれたんだよね。あー、まあそっか、気持ちは組んでるんだよ。あなたの気持ちは痛いほど分かってる、痛いほど分かってるけど、今蔦屋なんだ。周りに人がいなかったところでゆっくり一緒に声を混じり合わせましょう。あ、そういうことだ。それは面白いワールド。これは大学の時の友達。なるほど。こう帰ってきました。はい、どなたですか。多分こんなこと言われたら嬉しいけど、本当にあなたが言ってくれたっていうのがまだ信じれてない。なるほどね。よくあるもん、その付き合う時も付き合ってくださいって言ったら、いや本当に私でいいのって聞く人いるじゃん。こう帰ってきました。うわうわ、これもどうしようない。これ甘くて仕方受け止めるし。これ甘くて仕方受け止めるわ、もう。はい、そじゃあ大学の友達です。おーし、そしてこう帰ってきました。あれでの心理テスト。心理テストって思われたってことが、かなりその精神的なもの、心臓心理に課題かけてるとは、まあ、思われてるんじゃないかなと私は思います。なるほど。恋の心理テストになるのも知らずにね。中学校の時の友達、こう帰ってきました。これこっち来てから、僕が東京来てから知り合った人ですね。お、こう帰ってきました。はい。おー、なるほど。レジだ。ツンデレなんだ。あ、これツンデレだわ。後ろのこの赤い感じとか見てもね。まあ今回はこれでいいだろうか。それ違う違う違う、サザエさんや。はい、というわけで、高校の頃の友達です。じゃあこう帰ってきました。はい。聞かれてるぞ。なに、なに、なに、ない。お、お、ちょっと今一つ LINE 返ってきました。この人はこれね、ちょっと前の動画でもちょっと話したんだけど、大学の時にまあちょっといい感じになって、こう一回ご飯食べに行ったような、送ったのはあの口づけ。うわー、攻めた。あれだろう、それに値すると思う。そうそう、なんか送れる人がなかなかいなくて、この人だったら送れるかなっていうことで、こう帰ってきました。あわやう公開し、あ、これ、あれかな。いや、私もそう思う。嬉しすぎる。だからもう全世界に公表、公開すること思った。そうなんですよ、そういうこと。Me too ってこと ?Me too。どっちに捉えてもいい。この公開でも、後悔でも、公開でもいいから。どっちのいいの、海にも出ちゃう。もう新婚旅行みたいな感じ。そっちの後悔でもいい。ちょっと面白い方から帰ってきましたよ。おえっちゃんです。マジで、はい、こんばんは、えっちゃんですって書いてきました。おー、挨拶してくれた、いつも通りの。えっちゃんにね、何を送ろうかなと思ったんだけど、星野源さんのドラえもん。あ、そこ、はい、行くの映画の主題歌です。ここにおいでよ、一緒に冒険しようっていうのを。冒険、これからの人生、一緒に冒険しようじゃないかと。なるほどね。その意味を込めて送らせていただいて、ドラえもん。行ってしまったよ、次元に。さあ、えっちゃんから帰ってきましたよ。来たんすか。こう帰ってきました。はい。あなたはまさかあの勇者様。ここにおいてよ、一緒に冒険しよう。
世界を救おう。いつか時が流れて必ず